盆栽マスター、今鉢の手入れが終わりまして、これ結構根を盆栽マスター切っていただいて、でよいしょ、ありがとうございます。盆栽マスター、これくらいまで、根を整理しました。これくらい、盆栽マスターは根を切ります。牢屋垣の場合結構根を切っても、生命力が強い、植物ではあります。まあ切りすぎは良くないですよ切りすぎは良くないですけど、盆栽マスターは、これくらい根を切りました。はい、皆さんこんにちは。盆栽マスター今から、リポットします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダンス、今道具、どういう道具を使ってますか？これ根っこをこれで掃除するんですけど、はいはい、ありがとうございます。はい、これぐらい根が張るんです。はい、はい、根ばっかりです。根が強いんですか？そうですね、生命力が旺盛なんですね。そうですね、水通しを良くするために、はい、根をたくさん切って大丈夫です。牢屋垣の場合は、はい、あれぐらい根が張りますので、はい、で思い切って根の処理をしてやってください。はい、根をほぐしてます。あ、はい、
太い根をカットしました。ありがとうございます。はい、盆栽マスター、リポット終わりました。すいません、1回転お願いします。はい、今がこれ正面です。はい、でこれが側面です。はい、でこう揺れながら前少し出してあります。はい、でこれ裏面です。はい、で少し枝が多いですかね、裏面は。はい、で正面です。で柿がなり始めると結構綺麗に美しい木になると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。